かわいい。かわいいね。なぜ。ちょ、見て映ろう。さっきの鏡のやつだったらいけるよ。どうすればいいんだ。あ、でもでもでも。そうそう。ここら辺さ。え、しゃがんで、しゃがんで。入らなきゃダメかな、ハードの中に。なんかじゃあ足めっちゃ映ってるなんかさ、まっすぐ持ってるだけで、ね、あ、いいじゃん、かわいい。どこ顔見たくなかった映ってなかったわかんない、見てない、見えなかった。かわいい、かわいいね、見たい。くしゃみがかわいい、痛い。めっちゃいい、大丈夫かい。あ、何をすればいいんだ、今は。私もお花のプロになりました。アイリー写真撮って、はい、作ったやつ見せてもらってもいいですか。いいや、これ、プロすぎませんか。うまい。もうお花しか作れないんですけど。あ、いいですね。JK これで、ね、あとダメといてくる、みたいな手はね、うん、青い花ね、JK 持ったら可愛いな。確かにいいじゃん、青とさ、白ちょっと白いいじゃん。ちょっとめっちゃ可愛いこれなんか今思ったけど、ハート。でもさ、今が一番綺麗。ハートめっちゃ可愛い。もうすぐリハですけど、どうですか。はい、いや、なんか緊張しますね。まあ、1時間半くらいしかないので頑張りたいと思います。もう早いですね、本当に。変顔したくなっちゃう。危ない。どうですか、今日の調子は。前髪が本当に短くて、でも耐えてると思いませんか。あの、スプレー30秒くらいグワーってかけて、もう絶対動かないです。え、すごくないですかこれ。ヘドバンしてももう大丈夫。はい、なので今日はもう大丈夫です。最後まで楽しみましょう。って言われたけど、四つ葉のクローバーなんですけど四つ葉のクローバーなんですけど手抜きじゃないです。可愛い、完成させといてって言われたからひどい。なんか我が使ってこれ完成してるんじゃなくて、完成させてきてって一番ひどいな。さ、させるとかさせてっていうか、引っかかるとかね。でもさ、1個だけなんでシンプルに気になるんだけど。そうだね、確かに全然余裕がそういう問題じゃなくて、そういう問題じゃなくて気になる。
ってやつ。本当だ。でもこれ全然できるんですよ。スポンジみたいなやつだから。あれはここに。え、さっきは。のね。開けました。気にしてもらって。はい。無音。どうですか出来栄えは。すごく小姫らしくてきっと喜ぶと思います。伝えるのは大事だなって思いました。
最近になって5人で結構話すことが多かった気がして、そんな中で小姫が例えばちょっと言わなかった弱音だったりさ、こうやって思ったんだよねとか、いろんな話を聞いて、こんなに一緒にいるのに知らないことがたくさんあったんだなと思って、でみんなやっぱ歩んできた人生が違って、生まれた環境も違って、一緒に活動してても違う考えを持ってるから、卒業するって決めた時はきっとたくさん悩んだなって思って、その悩んだ小姫の結果を私は応援したいと思っています。4年半一緒に活動してきてくれてありがとうございました。ありがとうございます。私が選んだ白のガーベラの花言葉は希望です。この言葉のように小姫の未来にはたくさん希望が溢れてると思います。小姫はずっと私たちの姫だし、エースです。お姫、約4年半、フィクスミックスを引っ張ってきてくれて本当にありがとう。お姫と一緒に活動できてとっても幸せでした。ずっと大好きだよ。思い返せば全部キラキラした大切な思い出だけど、たくさんの壁にぶつかってきました。その度に支えてくれるスタッフさん、ファンの皆さん、家族、そしてメンバー、自分のことを信じてここまで進んできたと思う。小姫が今信じている道を一番これからも信じていてほしいし、私も一番信じてます。まだ正直卒業してほしくないっていう気持ちがどこかにはあって、頑張ってねって 100% 言い切れない自分がいて、アンビバレンスな状態です。でもそんな試練がなかったらアンビバレンスっていう曲は生まれませんでした。私が初めて自分自身の心に向き合えたきっかけだし、私が小姫に伝えたいことは全部その曲に載せました。辛いなって思うことがあったら、いつでも家族みたいに思ってくれてるピックスミックスのところに帰っておいで。いつでもお帰りって迎え入れるし、くだらないことでまた笑おうね。4年半小姫に出会えて本当に幸せでした。今までありがとう。フューチャー。それでは、ここからは、私が4年半皆さんにたくさんの愛をいただいた感謝を伝えたいと思います。聞いてください。今日は日々の小姫卒業ライブフューチャーに来てくれてありがとうございます。この会場には来られないけど配信を見てくれている方もありがとうございます。私は中学1年生の時に東方芸能のユニットオーディションを受けて合格しました。オーディションに応募したのは私の母で、私はあまり詳細も聞かないままオーディションを受けたので、合格してからユニットオーディションだったことを知りました。え、私これから歌っていくの？と、その頃の私は誰かに歌を届ける自信なんて全くなかったし、ステージに立つことも歌を届ける自信なんて全くなかった。ステージにも立つことも想像していませんでした。とは言いつつも、私の幼稚園生の頃の夢はアイドルになることだったんです。なのでこんな形で夢が叶い、私のアイドル人生が始まりました。
ピックスミックスが結成されて初めてライブをした時のことは今でもよく覚えています。ピックスミックスは激しいダンスと全て生歌なのが魅力の一つ。あの時はとにかく一生懸命で体力もまだまだなライブだったけど、ファンの方が私の歌やダンスを褒めてくれて、それが嬉しくて私はこの場所でパフォーマンスが最強のアイドルになると決めました。今は自分のパフォーマンスに自信が持てるようになったし、ライブ中はかなり自分に酔ってます。でもここまで来るのに本当に時間がかかって、どんなにファンの方が褒めてくれていても自分に自信が持てない時期もありました。でもファンの方はちゃんと私のことを見てくれていて、少しの変化や成長をすぐに気づいてくれて、伝えてくれるし褒めてくれました。それがすごくすごく嬉しくて、ファンの皆さんの存在やかけてくれる言葉にいつも元気や力をもらっていました。ありがとう。ピックスミックスとして活動した4年半、本当にたくさんの経験をさせてもらったけど、やっぱり一番記憶に残っているのはメジャーデビューチャレンジです。あのチャレンジは本当にやってよかったと思います。辛い時、隣にはメンバーがいて、一緒にきついね、でも頑張ろうって支え合って、スタッフさんたちも私たちのことをずっと考えてくれてて、どんなチャレンジも一緒に乗り越えて支えてくれて、そしてファンのみんな、 SNS でピクミクをたくさん宣伝してくれたり応援してくれて、ずっと見守ってくれてたね。あの期間はみんなの力が今まで以上に一つになって、すごいパワーを感じました。メンバー、スタッフさん、ファンのみんな、一緒に戦ってくれて本当にありがとう。みんなで掴み取ったメジャーデビューは最高だったね。一生忘れません。ピックスミックスとして走り続けてきた時間は本当にかけがえのないものばかりだけど、時々ふと立ち止まって自分の将来を考えることが多くなり、3月卒業発表をさせていただきました。突然の発表にファンの皆さんを驚かせてしまい、そして悲しませてしまったと思います。ごめんね。でもみんな、お姫ちゃんが決めたことなら応援すると背中を押してくれました。本当にありがとう。ファンの皆さんはとても優しくて、私のことを思ってくれてて、私は本当に愛されてるし幸せ者です。アイドルになるなんて想像もできなかった私が、ステージに立つことの楽しさを知って歌うことも踊ることも大好きになりました。それはピックスミックスになれたから、いろんな景色を見れたから、そして私と出会ってくれた全ての人が支えて応援してくれたから、明日から私は次の夢に、未来に向かって走っていきます。これからの日々の小姫もいつまでもずっと見守っていてね。みんな、4年半たくさんの愛をくれて、幸せな時間を過ごさせてくれて、本当にありがとうございました。ありがとうすごい、すごい、はい、次の曲はラストになるんですけど、最後はみんなで笑ってお別れがしたいので、もっと盛り上がれますか。イエーイ、最後の1曲楽しみ、準備できてますか。イエーイ、ラスト1曲も楽しんでいきましょう。それでは聴いてください。アンビバレンス。僕の想いがこの歌になり届くといいな。
4年半本当に幸せでした。たくさんの愛をくれて本当にありがとうございました。明日からまた新しく頑張っていきます。これからもどうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございました。最後は私から皆さんに届けたいものがあります。スクリーンを見てください。みんな本当にありがとう。これがアンビバレンス。